どうも、なめです。今ちょっとコンビニ行ってきたんですけど、またなんかあれだね、ペヤングさんは面白い商品を出しましたね。はい、こちらペヤング焼きそば、これスカルプ D って書いてありますよ。男たちを立ち上がれって書いてある。スカルプ D ってあれでしょ、なんだっけ、髪の毛のやつじゃなかったっけ。あれ違った、相撲のためのやつだよ。どういうことこれ。海藻マックスとさ、ぬるぬるぬる塩味ってどういうことこれ。ちょっと待って、ペヤングさん、ペヤングのあった、スカルプディペヤングとは、ミネラルや食物繊維を多く含む海藻類を具材としてふんだんに使用しました。カップの中で広がり食べ応え抜群です。塩な旨味を効かせたさっぱりと美味しいソースに仕上げました。鮭エキス、ビワハエキス、昆布パウダーといったぞ。何それ、サイト行くとこんな風になってるんですよ。あら、もう真っ黒だよ。ぬるぬる塩味っていうのがちょっと気になるけど、まあまあ作っていこうか。ちょっとお湯入れていきます。はい、こんな感じです。まあ普通に麺とわかめですね、とあとこのソースが、これが塩味なのかな、多分が入ってました。これを今から入れていきたいと思います。わかめの匂いがすごいですね。ドレッシングみたいな匂いするね。気のせいか、曲がってるし、気のせいか。あー、でもなんかいい匂いだな。ちょっと普通に塩のラーメンだな。塩ラーメンっていうか、普通にうまいです。ただあれか、スカルプ D とかで使ってるなんかわかめとか海藻類とかがいっぱい入ってるってだけなのかな。ぬるぬるって書いてあったけど、全然ぬるぬるじゃないぞ、塩が。はい、というわけでこのスカルプ D のね、ペヤングのやつ食べたんですけど、普通に美味しいです。なんか塩のね、ドロドロ感っていうのがあんまりないんですけども、普通に美味しいです。普通に塩のカップラーメン、カップ焼きそばみたいな感じで、まあただね、わかめとか海藻類とかそういうエキスがね入ってるっていうのが、まあ、シャンプーと同じ効能効果っていうか、そういうのがあるのかもしれないですね、もしかしたら。よくわかんないですけど、まあ気になった方はぜひ食べてみてください。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあ。